目指せ初段第4回目の配信です、今回は、下中さんの将棋を解説したいと思います、この下中さん実は我々の、まあ、知り合いでして、西尾さんがよく知ってるんですよね。あ、そうですね、私と同い年で、あの私がよく行くバーのマスターですね。あ、そうですよね、はい、はい、いい方ですね。ええ、あの赤いひげでロックなんでしょ。はい、ロックの人なんでしょ。あ、そうですね、ええ、はい、はい、でも将棋大好きで、はい、どんな感じなんですか、実力とか。実力は大体3級ぐらい。あ、なるほど。ないかと、ええ、あの自分でもおっしゃってますね、はい。まあ、この企画にちょうどいい感じですね。そうですね、本当にあの初段を目指して、まあ、頑張ってるんですよね。はい、はい、それでは棋譜をお願いします。居飛車ですね。あの、あの矢倉が得意なんですよね。あ、はい、実は僕も一局平手で指したことがあって、矢倉指して結構こう形はいい将棋ですよね。こう綺麗な矢倉を組んで。あ、そうですね、はい、矢学校が好きで。なるほど。あ、本当に早囲いだ。早囲いきましたね。うん、まあ、ここら辺はプロでも似たような駒組みになってますよね。まあ、微妙な違いはあるにしても、ほぼ大体こんな感じですね。あ、で、これ相手がソフトなんですよね。あ、コンピュータ、はい。はい。コンピュータ相手にやった将棋と。はい。いうところで。まあ、本当に細かいこと言うと、4二角と上がってから6四角ってコンピューターの方が出てきたんで、これ一手損したんですよね。ああ、そうですね。普通は3一にいる時点からいきなり6四角と。はい。一回4-2に途中下車してしまったので。3-7桂、4-6銀3-7桂戦法ですね。矢倉の基本ですね。僕も奨励会時代にもうほとんどこればっかりやってました。森下システムとこればっかり。私も昔はやってましたね、はい、まあでも矢倉ね、向かないから、もう棋士になってから1年目でやめちゃいましたけど矢倉強い人多いですからね。あ、そうですね、うん、6五歩はちょっと危険な感じはしますけどね。そうですね、はい、なんだろう、争点になりやすいですからね。角逃げられた後に、ね、今こう6人飛車と回ってきてるところなので。あ、そうなんですね、そこを6五歩とついていくと、もう相手からもうあの必ず攻められてしまう。そう、7三角からね、まあ、8四に角出てからとかで後で6四歩突かれちゃうの で、 そうです、ね、あんまり6五歩を突くっていう感覚は取り入れない方がいいですよね、アマチュアのうちは。まあ、4六銀3七桂型で6五歩って突くっては定石であるんですけど、この場合ちょっと違うんですよね、はい、そうですね、はい、あの、うん、すぐこう6五歩7三角で、あのこの状態の時に攻める手があればいいんですけど、はい、今ないんですよね。3八飛車も寄ってないですからね。そうですね、3飛車も寄ってないので、うんうん、はい、なのであの ここで一回9五歩って突いたんですけども、はい、9五歩と突くのであれば6五歩7三角の交換は入れずに突いた。あ、そうですね、はい、まあでも基本的に初段目指すレベルなら6五歩は極力つかないって覚えておいた方がいいと思いますね。まあ、そうですね、まあ、そこを攻められてしまう、うん、そう、リスクの方が高くなる、はい、4人さすがコンピューター、面白い手指しますね。そうですね、あんま見ない手ですよね、はい、3四取り込んで同金、3五銀、同金同角、はい、これ4四角狙いですね。次、そうですね、王手飛車、うん、で、5三銀、桂取りに角引いて、4六角。まあ、筋はいいですね。あ、でも6九銀ちょっと嫌味だな。まあ、まあ、いい勝負ですよね。そうですね。6六歩はいい手ですね。うん、でこうなってくると、やっぱ9五まで歩が伸びてるのは結構、あ、そうですね。お得感がありますよね。うん。逃げ道がやっぱり、そうですね、広がってるので。7三桂。ちょっとコンピューターの手だけど、ここ戻して。はい。これ、こういう局面は大体でも、3六歩打つのが一番いいですよね。そうですね。はい。実戦だったら、例えば3六歩打って、はい。で、まあ、2五桂と飛ばれちゃって、ちょっとまあ、攻めも呼び込むんですが、3七歩成、大きいですよね。飛車取りで。しかも、あの、先手の矢倉、あの、7八の金剥がした形なので、飛車取られたら弱いですからね。
そうですね、うん、ちょっとこの局面は先手、まあ勝ちづらいというか、やや難しい、まあまあ、あまり持ちたくないですね、うんうん、局面ではありますよね、はい、実戦は7三桂と跳ねた、はいはい、で3四、あ、3四歩に桂だ、3一玉っていうのがなんかあ、遠ざかったんですね。そうですね、ここで今3一玉って引いたんですよね、うん、あんまりいい手ではないんですけど、はい、2五桂3七角、うん、まあ飛車3八ですか、はい、はい、で香車を取って、ここ先手が攻める番、はい、はい、3三歩成同桂、同桂成、もう一回ですか、2五桂、うん、なんかまあ攻め方はいいですね、はい、守る、お、2二金、はい、3三桂成同金、3四、あ、歩がないんですね、3四銀は危険、ちょっと3四銀戻してもらっていいですか、はい、ここは勝つですか、そうですね、3四銀じゃなくてはい、5一角。5一角ですね、はい。勝っても負けても5一角。ええー、そうですね。これ打ちたいです、ね。まあ、飛車を取るって言うと、まあ、飛車が例えば逃げたりして、7二飛車とか逃げてますか。そうすると、3三角成と取って、同金、同飛車成と。はい。うん、これはまあ、勝ちっていうか、詰みまでありそうな局面ですよね。うん。うん、5一角を打つべきでしたね。はい。3、4銀はね、何が危険かっていうと、3、4銀打ったじゃないですか。はい。で、実戦は3、7歩って打ったのかな。そうですね。はい。だけど、3、4銀にもしも同金って取られてたら、やばいですね。同飛車。で、飛車持ってますね、そう、ドカンと3、3香って打たれると飛車が必ず取られてしまうし、飛車取られたら先手のこの7、8の金をね、むしり取られてる局面だから、これまずいです。いきなり王手きますね。あ、そうですね。はい、これは、うん、三三強の局面は悪いですね。嫌ですね、これ。はい。なので、そう、三四銀はちょっと、まあ、これからは刺さないでもらいたい。はい。三七歩。はい。三三銀なり。同金。五八飛車。はい。これ飛車の逃げ場所は？はい、まあ、できれば6、8の方がいいですね、これ。あ、玉にくっついとくっていうことね、はい。6、8に逃げた方が硬いですね。そうですね。そうですね。ここに逃げた方が硬い、うん。しっかりしてる。そうですね。まあ、持ち駒いっぱい持ってるんで、もうこういう状態で、まあ、5、8逃げると5、5歩から攻めようとかっていうことを考えたと思うんですけど、とりあえず先手の玉をしっかり安定させちゃえば、角と金2枚と銀持ってるんでね、次の5、1角狙えば厳しいっていう話ですよね。そうですね。はい。うん、なるべく6、8に逃げましょうと。はい、5、8、飛車。2、2、玉。まあ、これは金に紐をつけて。はい、5、1角をまあ防いでますね。はいはい、まあ、それでも5、1角厳しいです、ね。はい。でも、ここから一気に行って、ええ。なるほど、角切ってから6、3、はい、はい。で、ここなんですよね。先ほど6、8、飛車と回ってるところの4、9、角みたいな手がないんですよね。あ、そうですね。まあ、4、9、角、まあ、負けるっていうか、そんな厳しくもないんだけど、でもそういう手を刺されずに済むっていうのは大きいですもんね。ね、うん、はい、高級飛車、3八歩成、7二金、ここはもう一歩一歩進んで、46、でも4六の歩取られちゃうと上が広くなるんでね、はい、ちょっとだけ歩はまあ詰んでそうですけど、まあ、実際は5一角、ね、はい、まあでも詰まなくても、あの今自分先手の王様は詰めろじゃないので、あ、そうですね、詰めろでいけばもうここは勝てる、うん、うん、ね、銀は3、4、飛車から詰める、はい、はい、そうですね、というと銀寄ってきたので、まあ、これしっかり詰ましたと、なるほど、3、4、飛車、まあね、しっかり詰めるんですね、はい、そうですね、結果的にはまあ綺麗に勝ったんですが、まあ、ちょっと危うかったですよね、途中。そうですね。まあ、あの、序盤で言うと、あの、6五歩とはつかない方がいいですね。うん。あの、6五歩とついて、あの、6二飛車と回ってるところなんで、6四歩から逆に攻められてしまったので、つかずにつくんであれば、あの、9五歩の方を、あ、そうですね。攻める方がいいと。うん。
7八の金剥がされたのも6筋に飛車がこう直通してたからっていうことが大きいですもんね。はい、うん、なのでまあその6五歩突くっていうところと、あとはあの攻め方、はい、はい、3四銀は打たない方がいいっていうぐらいですか。そうですね、うん、あとはまああの5八じゃなくて6八飛車みたいな。あ、そうですね、こう、うん、あの飛車がね狙われない場所にあの避難させておくっていうような。あ、そうですね、考え方とか。結構こういう矢倉の特にあの4六銀3七桂とかっていう形の戦いの時って基本的に飛車が一番攻めに強いので飛車が主役って思いがちなんですけど、実は桂馬と角がかなりのポイントを占めるんですよね。なのであのまああの2五桂跳ねてからのこう桂馬の使い方とか、あとまあ自陣にいる角の使い方だったり持ち駒の角の使い方をこう一番に考えていくと勝ちやすいと思うんですね。まあ飛車って強いんで誰でもね上手に使えるんで、まあ飛車はこう攻める時の補助役ぐらいに思っといて他の駒を最大限有効に働かせるっていう考え方をした方が矢倉戦ではうまくいくと思いますね。はい、なのでまあ今解説したところをこう修正してもらえれば初段まで行くんじゃないかと思います。西尾さん何かありますか。いやでも本当全体的にはあのレベルは高い将棋だったので、うん、そういうなんか本当まあ 2,3 手ですかね、うん、その辺を修正すれば初段まで進むと、うん、はい、いいと思いますね。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。